前回までの動画で NJM の 4580DD、 この透過解像度を描くために3種類のトランジスタを新規部品作成しました。今回の動画ではその3つのトランジスタを使って NJM の 4580DD 透過解像度 LT スパイスで描いてみたいと思います。まずは新規の画面を立ち上げます。コンポーネントですね、右の方にPNP というのがございますので、それを選択して OK です。向き逆ですので、コントローラー R で回転させます。そして水平変換ですね、このように置いておきます。もう一個置いておきましょう。そしてこれをまた水平変換ですね、このようなものでいいと思います。まずはここ辺に置いて右クリックです。上に上げましょう。そしてムーブで移動します。で、今まではあれですから小さく切っておけばいいと思います。このくらいですか。で、先端に動かしましてムーブで調整します。このくらいですね。それでいいですね。ムーブで動かしましょう。ここら辺に置いておきます。もうここら辺でいいと思います。でもう一個したらここですね。で、線でベースをすべて結びましょう。そしてですね、抵抗プラス6ボルトのラインから93のトランジスタに置いておきます。2クリックです。そして線をつなぎます。プラス6ボルトのラインですね、ここまでつなぎはいいと思います。こちら側もつないでおきましょう。こうですね。そしてQ1 ですね。コピーされる側のトランジスタのコレクタから配線を伸ばします。ここら辺まで仮に伸ばしておきます。そして、このコピーされる側のトランジスタはベースとコレクタを短絡して、ダイオードの役目にすることとします。ここに低電流回路を置きたいわけです。ですから、コンポーネント、そして NPN と押しまして OK です。こういった向き逆ですから、水平反転します。こんな感じですか。一旦置いておきまして、右クリック、上に上げましょう。そしてムーブで移動します。ここですね。ここでいいと思います。で、その下にはですね、抵抗を置きますね。ここら辺でいいと思います。上に上げまして、もう一回コンポーネントでジャンクション FET N チャンネルもちょっと置きます。水平反転、ここの向きですね、ここに置いておきましょう。軽いでいいです。そしてですね、ちょっと小さくして上の方にありましょう。配線を通します。マイナス6ボルトのラインですね。ここからこうゲートに当たるべきです。で、ソースからは、ここ辺まで線を置いてきまして、こう伸ばしましょう。ベースが来るようにして、で、この下ですね、ダイオードを2つ置きたいわけです。ダイオードを指定して置いておきます。で、配線で結びましょう。で、こちらがですね、プラス6ボルトのラインにつなぎたいです。一応ここで低電流回路の部分はできました。次は当店ポール試食のところですね、配線をもらっていきましょう。6ボルトのラインから下に下ろしまして、今度は NPN 型のトランジスタを使いたいです。 OK ですね。これでここにつなぎます。次は電流制限抵抗、トランジスタ熱暴走回避用の抵抗ですね、もう一個置きましょう。そして今度はプッシュプル回路ですので PNP 型のトランジスタを読んでいきます。これで水平変換した。これでいいかと思います。で、配線しますね。NPN から抵抗、抵抗から抵抗、そして抵抗から PNP 型トランジスタ、そして PNP からマイナス6ボルトのラインにつなぎます。そして
当然、当店舗取得出したいですね。この辺伸ばせばいいと思います。この辺まで伸ばしましょう。でラベルを用意しておきまして、ここにアウトプットと書いておきます。OK です。で、ここ辺に置けばいいでしょうかね。でこれだと、当店舗取得より、ジャンクション FB 店が上に乗っかっちゃってますね。対応図としては良くないようですね。ちょっと概要度をずらします。ハサミで配線切りますかね。ムーブで移動しましょう。じゃんけんの請求をここに持ってきまして、無駄な配線切りましょう。配線します。こんな感じですかね。抵抗と NPN のトランジスタ、ここら辺がいいですね。ハサミで余分な配線を切っておいて、配線をします。ベースですね。ベースはここにしてあります。で低電流側はできたようですね。次は当店ポール出力に与えるバイアスですね。ここから配線します。カレントミラー回路から来た配線を NPN 型のベースにします。下の方まで行くんですが、ここら辺で一旦止めておきましょう。コンポーネントから NPN を持ってきまして、まず1個目のバイアスを与えるトランジスタですね。水平変換します。それで、ここに付けるですね。で配線します。そこから、ここにつければいいですね。そしてもう一個、NPN を持ちまして、この向きのまま、ここに置きます。そして、配線しましょう。これは、コレクタとベースを短絡することによって、ダイオードの役目になるはずです。で、抵抗を下に置いておきます。いいですかね。で、配線します。図が全体的に下に行っちゃってみたいですね。これでもうまくいきますかね。ちょっとわかりませんね。これは、そうですね。ここに行きますから、ギリギリ間に合ったようです。で、ここら辺まで伸ばしておきましょう。ここに NPN を置くようですね。この向きでいいです。プラス 6V の配線をいただいています。次は、下に抵抗供養ですね。ここら辺です。配線が切れてますね。こことここを押しますね。下はマイナス6V のラインに押したいです。そうすると、マイナス6V のラインをもうちょっと下まで行った方がいいですね。ここから結びましょう。これでいいですかね。ここがまた NPN を呼んでくるやつ、ここに置いとけばいいようです。置いときましょう。そして配線すればいいようです。で、トランジスタと抵抗の間にベースを持ってくるということになります。このカレントミラー回路の PNP トランジスタですね。ここから作動上付近につながるようです。下まで持っていきまして、ここら辺でいいですかね。こちら側も同じようにしたいと思います。作動上付近使うのは今回、PNP 型のトランジスタですね。
コントロールで上に出します。これはこちら側に付与ですね。で、これは水平反転です。このように置いておけばいいと思います。逆ですね。これをこっちに持ってきて、これをこっちですね。そして配線しましょう。ベースのこちら側の PNP から信号をもらいたいようです。ここでいいですかね。ここまで回しておきます。そして、コンポーネントから右の方にボルテージございますので、ここで OK です。にはめます。で、配線しまして、見まして、グランドをつなげます。そして、シャドウゾーンに来てですね、ここから配線が出るようです。ここで見てみます。次ですね、こちら側の配線も出したいです。でこことつながるようですね。で、ここにコンデンサーを入れるようですね。コントローラーです。ここに入れましょう。そして、このコンデンサーの逆流防止なのかよくわからないんですけど、ダイオードを入れるようです。ダイオードをコントローラーです。もう一回、これでいいですね。この向きに置くようなんですね。これは、コンデンサーを保護するための逆流防止のシャントダイオードということになるんでしょうか。まだ今の時点ではわからないです。いずれ解析したいと思います。そしてこの下ですね、配線がここもやはり出てるようです。こうですね。そしてこの2つの作動増幅器の下にマイナス側のカレントミラー回路 NPN 型で構築するようです。これを左右反転させておきまして、ここにつけましょう。そしてまた左右反転して、上の方に乗っきまして、ムーブで移動させます。どうですか？もう不要です。こっちも同じラインまで乗っきましょう。ここら辺ですね。で、配線を伸ばしておいて、ちょっと位置がちょっとずれましたね。こうなりましたね。で、カレントミラー回路、ベースはつながりますね。ですから、こことここがつながります。こことここがつながります。そして、コレクターとベースは短絡して、コピーされる側のトランジスタを作るようです。で、抵抗を下に置いておきまして、で、コンデンサーも置くようです。いいですか。で、この下にも抵抗を置きましょう。で、配線しましょう。ここはここですね。で、この抵抗からマイナス6ボルトのラインです。こちらも一緒ですね。こちら側の抵抗につなぎます。コンデンサーも同じ、つなぎておきましょう。そして NPN 型のエミッターから抵抗に入ります。で、コンデンサーはバイパスします。今度は出力が帰還するためのラインを作ります。この辺でいいでしょうか。一旦止めまして、抵抗を持ってきます。もう一個持ってみましょう。ここら辺ですか。で、配線します。パンですね。で、グラウンドを置きたいです。そして、コンポーネントから、右の方にボルテージで OK です。これに置いておきましょう。あとはプラスマイナス6ボルトを作るために2つの同じ抵抗値と容量値の抵抗とコンデンサーを用意します。ここですかね。もうここです。あとはコンデンサー。ここですね。ここでいいと思います。配線しましょう。プラスから、何ですかね。
こちらもこっちですね。ここからつなぎます。コンデンサー同士もつなぎます。で、抵抗から下の方にマイナス6ボルトのラインを作ります。コンデンサーともつないでおいて、抵抗とコンデンサーの間、ここをつなぎます。ここからまた配線を伸ばして、グランドのラインを作ります。ゼロボルトですね。で、グランドを持ってきます。これで一応回路図はできました。パラメーター変えたいんです。左からいきましょう。まず直流電源バイアスですね。 DC バリュー 12V です。 OK。 それから抵抗値ですね、10キロオームです。今回のはシミュレーションするために仮のパラメータを用意しました。ですから、ここでピークとピークが入力電圧の2倍になる出力電圧が出ればいいと言っております。ここも仮に入れてます。10マイクロカラットの電解コンデンサーということですね。こちらも一緒です。10マイクロカラット、ここの抵抗値なんですけど、これシャドウジョッキと繋がってませんね。上に上げましょう。いいかと思います。配線を結んでおきまして、作動ジョッキのベースとつなぎます。クリですね。抵抗値は今回1キロオームですね。下も同じ抵抗値を用意します。ここの信号源ですね。アドバンスという設定で、サイン制限波を与えます。アンペチュード、最大値の電圧は 0.5V。フリークエンシー、仮に 2Hz にしておきます。で、OK です。そして、ここの抵抗値ですね。プラス 6V から来てますので、10キロオームにしておきます。フルアップ抵抗ですね。で、PN 型トランジスターありますね。ピックニュートランジスター。下の方に 2SA1015Y あるんですね。これで選択です。全部同じですね。 PNP 型はですので、全部 2SA1015Y にしましょう。ここもです。作動ドッキの PNP も一緒ですね。ここも一緒です。プッシュボタン回路の PNP、これもやっておきましょう。下の方ですね、2SA1015Y。 あとは全部 NPN 型なんで、2SC1015Y になると思います。ありましたね。ここも同じです。ここもですね。ここもです。プッシュブック回路の NPN 型も 2SC1815Y です。で、バイアスをかけるためのトランジスタも同じですね。こちらも同じです。ここのトランジスタも NPN なんで、仮に 2SC1815Y、 これでシミュレーションしたいと思います。ではジャンクション FT ですね。これはピクニュー JFT で、下の方に行きますと 2SK2800D ありますので OK です。でダイオードですね、微妙に線が出てますね。ダイオードもう一回用意して線で結びましょう。でダイオード 1N4148 を用意してもいいんですが、
今回は 1N4007 でシミュレーションしてみたいと思います。下も一緒ですね。一番下に用意しました。で、このシャントダクト何とかわかりませんが、このピクミンダイオード 1N4007 にしておきます。あとは、ここの抵抗値入れたいですね。ここは、やっぱり、マイナス6ボトンにつながりますので、10キロオームということにしておきます。C2 のコンデンサー、ここは10マイクロハーツですね。で、マイナス側のカレントミラー回路のこちら側の、コピーする側の抵抗値ですか。これはやはり10キロオームに仮にしておきます。で、この抵抗ですね。この下もマイナス6ボルトに繋がってますので、やはり10キロオームが妥当かと思います。あとは、ここの抵抗ですね。これも10キロオームにします。それから R3 の電流制限抵抗ですね。これは今回100オームを採用しています。後で計算が楽になるようです。100オームですね。ここにも抵抗ありますね。これは下にマイナス6ボートのラインで10キロオームでいってみたいと思います。以上で配線とパラメータの設定は終わりました。ではランしてみましょう。ストップタイム聞いていきますので5秒選択します。OK です。すると、何か聞いてましたね。R4 と R5 って書いてます。消してみましょう。ハサミで消します。これが多分、デカッピングしてるんですよ。R5 になってますね。違いますね。抵抗値持ってきて R4。これで OK なようです。ランします。すると、R5 と R7 がデカッピングしてますって言ってますね。もしかしてこの抵抗は一つでデカップにしてるんですか。あ、そのようですね。抵抗持ちます。つなぎます。これでいいようです。で、一応保存しておきましょう。ドラフト3という名前でありました。で、ランします。V2 と V3 があるとかですね。V2 と。ES ときまして、これも、ハサミで切ります。そのようですね。もう一回コンポーネントからボルテージを読んできてここにつければいいと思います。で DC ですね。 12V です。これで保存してランです。今度は R14 と R15、 あ、ここですね。デカップにしてるのが多いですね。これで、10キロオームですか。で、保存して、今度は動くでしょうか。この R っていうのがあるみたいですね。右クリックしますと、R ではなくて、ここは100オームですね。それで OK です。それで、保存して、ランです。Cannot find defined model R って書いてますね。これですね。ここもちょっと違ってるんです。これ10キロオームですね。で、抵抗値がどこか抜けてますね。あ、これですね。これはコンデンサーの容量です。0.1 マイクロファラットです。プラスマイナス6ボート与えてなかったですね。これでいいようです。こちらですね。バイアスがなければそれは動かないですね。これで OK のやつ。保存します。そしてランです。で、出力電圧を見ます。出ましたね。では、入力電圧を見ましょう。ここの青いラインです。できました。ピークピークが2倍になる、非反転増幅回路、設計できたんです。ところがですね、今回ここまで行ったんですが、実はこれだけだと、まだ回路としては足りないんですね。次回この回路図に修正を加えていきます。あとですね、パラメータを与えたんですが、このままだとちょっとまずいようなんです。なぜかと言いますと、この回路図書いた時にブレッドボードに部品組んでみたんです。で、
バイアスと信号を与えたところ、焦げ臭い匂いがしてきたんですね。で慌てて電源切ったんですが、どこかの電流値ですか、それが多すぎたようです。ですから、この回路図のパラメータ、改良しなければならないようです。で次回の動画で、この回路図改良しますので、ぜひご覧になってみてください。